いいです。はい、皆さんこんにちは、TC ワークスのタケルです。今日はですね、世の中で話題の麻薬かもなるね、薬をね、ちょっと作っていこうかなと思ったんで、こちらの方に、ね、材料を用意しました。で、今回竹子流でね、作っていくんで、作りつつね、材料説明の方をしながら、作業の方をね、進めていきたいと思います。でも砂糖を使うんですよね。で、砂糖をね、使おうと思ったらカチカチで使えなくて、代わりにあったザラメをね、使います。でもザラメ多分溶けないので、醤油と水の方を入れて、で、あと玉ねぎもね、多分炒めた方が甘くなって美味しいと思うんで、ちょっとごま油の方で、ね、炒めていこうかなと思います。ごま油で、玉ねぎ、これ玉ねぎが、ね、半分くらい、半個分ですか。ちょっとね、塩少々入れて、ちょっと味出し。そしたら、醤油 300ml。お水 300ml。ザラメを大さじ5。はい、これでね、ザラメが溶けたんで、ちょっと冷ましてタッパーの方に入れていきます。ということでね、卵の方下準備していきましょう。皆さんこれ知ってますか？穴開けのやつ、これやると殻が剥けやすくなるんで、これ安いんでね、買ってみてください。こうやってね、見えますかね、この若干穴開いてる、これを全部開けていこうと思います。はい、とりあえずね、全部穴開けたんで、こちらの方茹でていきたいと思います。よっこたちに地獄の苦しみを与えてやろう。うわー、6分茹でます。タレをタッパーに入れます。ほら、ちょっとこぼれちゃった。うりゃー、つるんとお見せしましょう。ほら、見てください。いや、ほら、綺麗にね。はーい、ちょっと崩れましたけど、だいぶね、プニプニの綺麗な卵ができました。はい、卵全部剥き終わったので、とりあえずね、タレが冷めるまでは放置します。今からね、このタレを完成させるということで、まだ入れていないね、4つ入れていきます。まずね、刻みネギ、どんぐらい入れましょうね。全部入れましょう。でね、次、ニンニク、です。でね、今回輪切り唐辛子買ってきたんで、ね、輪切り唐辛子入れましょう。なもで、賞味期限がもういつ切れてるかわからないで、多分2年ぐらい切れてる、いりごま、ということでね、ごまの方に出ました。でね、この主役のね、この卵をね、投入していくわけです。そうですね。はい、ここで食べるポイント。ですね、蓋をしただけだと浮いてきちゃうんで、ちょっと大きめにね、ラップを切っていただきまして、でね、こう真空状態になるように、ちょっとこうやって、やってあげると、こうするとね、こう染み込みやすくなるとね、たけしは推測しております。
これで蓋をしてね、冷蔵庫の方に入れて一晩、いや一日寝かせていきたいと思います。はい、ということで一日ですか、寝かせました。でもこれをね、あの熱々のご飯の方に乗っけて割って食べていきたいと思います。はい、ということでね、実際乗っけていきました。でもあのちょっとタレを使ってね、あの豚肉も炒めたんですけど、とりあえずねこのまま割ってみましょう。お、あーいいですね、いいですね、薬味をね乗っけて、ではいただきます。うん、うん、うまっ、ご飯がめちゃくちゃ進みますよ。ちょうどいいね、しょっぱさで、すんごく美味しいです。ということでね、今回薬味卵というものをですね、たけし流で照り焼き風にしてね、作ってみました。で、生の玉ねぎを使うっていうレシピもね、まあ普通みたいなんですけど、まあ、今回ちょっと炒めてね、で、醤油もちょっとね、でザラメを使ってるんで、ちょっとね、普通のテイストとはちょっと違うかもしれないんですけども、ちょっと気になる皆さん、作ってみてください。というわけで、今回の動画は以上です。バイバイ。Jack it up.